どうもゴリラパンティです。今回の動画なんですけど、まず先にこの動画をご覧ください。観察すれば有効な特性が分かるはず。アルバトリオ、力の抑制順調です。はい、いかがだったでしょうか。もう開幕1分で大ダウンが2回取れてしまうんですよ。この装備の名前は、まあ、剣特化チャークとか、まあ、オーバーヒート型チャークとかと言われていますね。まず最初に装備紹介の方からしたいと思います。発動しているスキルは見切り7、氷属性攻撃強化6、体力増強3、属性やられ耐性3、超回心3、強化持続3、回避性能3、集中2、砲弾装填数アップ1、強靭研磨、快進撃属性となっています。ではめている装飾品はこんな感じとなっています。ということで、このオーバーヒート型、まあ、剣特化チャークは何がいいのかっていうのは多分みんなわからないと思うので、それをね説明したいと思います。はい、ということで剣特化チャークの使い方、またメリットの方を説明したいと思います。チャージアックスは攻撃をした際に発生する遅延、まあ、ヒットストップがものすごく多いんですよ。なのでそのオーバーヒートをさせることによってヒットストップをなくすという戦い方になります。そうすると何がいいかというと、そのヒットストップがなくなるので高速で攻撃を繰り出すことができるんですよ。ということで早速やっていきたいと思います。初動は基本的にいつものチャージアックスと同じです。まあ普通に瓶を貯めて、はい、はい、瓶を貯めていつも通り属性強化、縦の属性強化をします。そしてチャージをして剣強化、はい、これが普通の剣強化の状態です。これからオーバーヒートさせて遅延をなくしていきます。まだ遅延がある状態なので、ちょっと攻撃のスピードとかに注目してみてください。わかりますかね。ちょっと引っかかってるような感じがするんですよ。でもこれ、剣撃エネルギーをわざとオーバーヒートさせることによって、そのヒットストップがなくなって高速で攻撃できるようになります。いきます。はい、どうですか、めちゃくちゃ攻撃スピード速くなりましたよね。これがわざとオーバーヒートさせて遅延をなくす、まあ、剣特化チャーク、まあ、オーバーヒート型のチャークの戦い方になります。これをすることによってアルバトリオンとか、まあ、特にそうなんですけど、属性を与えることで大ダウンを取れるモンスターに対してはものすごく有利に戦えます。はい、ということで一人でも大ダウン取れるんじゃないかと思ってマルチでいろいろ検証してみたんですけど、僕一人が属性チャージアックス、この剣特化チャークを使って、他3人が爆破属性を担いでもらって、それで大ダウンが取れるか取れないかっていうのをやってみたんですけど、余裕で取れました。
4人マルチで大ダウンが3回取れたので、このケントッカチャークの強さは伝わったんじゃないかなと思います。よかったら皆さんね、作ってみてください。ということで、皆さんがアルバトリオンを倒せることを祈っています。またね。